この美しい風景もそばに誰もいない以上私の不変を引き立たせるだけ。Thank you.
ただ改心したいっちゅうなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。は？超うちの話最後まで聞き